お絵かき心理テスト2ということで、皆さんこんばんは、ポッキーです。今回はですね、お絵かき心理テストというアプリを実況プレイしていこうと思います。僕ですね、サブチャンネルの方でこちらの1をすべてプレイしました。そして2が出たということで、早速やっていこうと思います。嬉しい、恥ずかしい、心の中をおっぴろげやっていきましょう。とんでもないね、どしもネタ心理テストなんで、お気をつけてではやっていきましょう。お題を読んで直感で絵を描こう、回答して答えを見てみようということで、さあ第1問、花丸を描いてみて。多分ね、花丸を描いてみてとかいう最初のチュートリアル的問題はまあそんな深く考えなくていいですね。こんな感じかな。よし、あなたは丸々かも。なんだ丸々というのは。花びらが多ければ多いほど心がおっさんおわおばさんです。うわ、絶対おっさんじゃんこれ完全に心おっさんじゃん。心がおっさんってやめろよ、普通にディスじゃん。次行きましょう。アフロを描いてみて。了解しました。アフロこんな感じかな。いいじゃん。で、目とかも描こう。こう目を描くことによってワンパンマンの埼玉みたい。じゃ乳首も描いとこう。よし、行くぞ。案外ね、アフロを描いてみてとか言われて顔がこうなんていうの、実はこうポイントだったりするときあるからね。あなたの〇〇の濃さがわかります。ほう、〇〇の濃さなんだ。アフロがでかいほどあなたは毛深いです。うるせえ別にそんな毛深くねえわ本当に。おい、顔と乳首全然関係なかったし、しかも一番恥ずかしいやつ。次行きましょうか。アイスクリーム描いてみて。あー、これあれでしょ、多分また大きく描いたら性欲強いとか言われるんでしょ。アイスクリームこんな感じじゃない？いいじゃんいいじゃん、いい感じですね。あなたが好きな人に振られる理由がわかります。これ失礼だよね、もう好きな人に振られる前提みたいな。1段つまらない、2段以上遊んでそう。ソフトクリーム、空気読め。これ多分ソフトクリーム書いてるから空気読めってことですね。うるせえうるせえもうなんか傷つくんだけど、強めだねジャブ。大きなリンゴの木です。熟れたリンゴは何個落ちている。あー、これはまあ木も大きいので割といっぱい落ちてるんじゃないかな。うん、木が大きいからね。こんな感じじゃない？何がわかる？あなたがどれだけ浮気できるかがわかります。どういうこと？浮気できるかがわかるって何？もう浮気する前提みたいなおいおい、落ちたリンゴの数、あなたが一度に付き合える人の数です。やべ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 、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12人と同時いやマジやばすぎでしょ。うん、月曜日は誰かと遊んで、火曜日はまた別の人と遊んでみたいな。いや怖い怖い怖い、ないんでね、やめてください。あなたが思う2番目に甘いフルーツを書いて。2番目、1番はみかん。いやみかんそんな甘くないか。メロン、メロン甘いよね。メロンで2番目は、あーに難しいとこ来るな。2番目、いちご、いちごかな。いちごもそんな甘くないか。パパイヤ、パパイヤ、俺パパイヤがちょっといまいちわかんない、どんなやつかパパイヤを食べたことないかも。ちょっと待って、真剣に行こう。いちご、いちごが一応こんな感じでしょ。あ、なんか気持ち悪い。あ、なんか株みたいになったさあなんだ。あなたの初めての〇〇がわかります。え、ちょっと嫌な感じする。初めてっていうワードはだいぶきついよ。ファーストキスの味ですファーストキス、なんか株の味がしたということで。いやそうでもないけどな別に。お祭りで買った食べ物、棒の先には何がついている。あー、棒の先に棒がついてたんだよ。びっくりしたでしょみんな、棒の先に棒ついてるみたいな。まあだからチュロスってことですよ、チュロス。なんだ、あなたがエッチに求めているものはこれ。おい直球すぎ、あのびっくりマークつけないでもらえますか。本当に長細いものテクニック、大きいもの安心感、太いもの刺激、その他恥じらい。テクニックを求めているそうですなんじゃそりゃ、なんじゃそりゃ、本当にやめてくれ。大好きな芸能人へファンレターを書こう。何枚書いた。あー、芸能人の方か、まず誰宛てかを決めよう。志田未来ちゃんとかに書いてみたいな一回。何枚くらい、3枚くらいかな。いや35枚
いや、35枚のファンレター来たらちょっと引かれちゃうかな。いや、分厚みたいな。いや、まあ行こう。え、手紙の枚数が合うほど、え、相当多いぞ。なんだ、私服がダサいです。うるせえ、うるせえ、ほんとにやめろ。私服がダサい、うるせえ、ほんとに当たってるし。割と泥棒を捕まえた、どうやって縛っとく。まあそうですね、こう棒があったとして、こう、こう首にこう死んじゃう、死んじゃうから、うん、っていうのが嘘で、まあこうでしょうね。じゃあなんか縛れてないな、こうかな。あ、いい感じ、いい感じで、足もこう、こんな感じでしょ。あなたが心配性かどうかがわかる。ほう、身動き取れない縛り方をした人ほど心配性で空回ることを恐れています。あ、俺結構ガチガチに縛っちゃった。うん、ということはやっぱ心配性なんだ僕は。でも当たってるかもしれない。割とウサギの絵を描いてみて。はーい、ウサギの絵、ウサギの絵は得意ですよ。こうでしょ、でこんな感じじゃないなんか病んでるって言われるんですよね、僕の絵基本的に。皆さんどう思いますか。はい、あなたはメンヘラ度がわかる。うわー、ちょっとこれは結果次第ではちょっとコメント欄が荒れるぞ。耳が立っている、元気いっぱい。耳が片方垂れている、たまにやぶ。両耳が垂れている、超メンヘラ。元気いっぱい元気いっぱいです。でも絵が病んでいるっていうのは、絵が病んでいるかっこ超絶メンヘラみたいないの。大丈夫です、安心しました。さあ次行きましょう。これを使って何か書いて、うわ難易度高っ。まず手をこう書くでしょ、でこっから炎が出てる。なんか魔法使いなんだよ実はこの人。これ炎だからね、これ下手くそだけど。でこの炎でなんかタバコ吸うみたいな。そう、さあ行きましょう。あなたの秘密がわかる、結果は CM の後で OK です。さあ皆さん、僕の秘密が今明かされます。行きますよ、ドン。あなたが人がいないときこっそりしていることです。やべえ、俺魔法使いだったみんな次なんかの機会でこの技を見せることにするよ、よろしく。よっしゃ、次行くぜ。すっぱだかどきに好きな人と遭遇。いや、どんな状況だよ。あなたがとっさに隠した部分はどこ。股間だよ、股間、股間だよ。隠したい部分は縫い詰めて、股間に決まってんだろそんなの。股間、股間、股間、あと腕が2本をこうやってあったら乳首も隠すかなみたいな。うん、でも股間です。はい、あなたの丸々が分かります。なんだ、そこは好きな人に触ってほしい部分です。うるせえ、やめろ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 。じゃあ、あの僕スマホ型の、あ、じゃあ手帳型のあの iPhone ケースなんですけど、今結果が出た瞬間にパチンって閉じたわ、恥ずかしすぎてもうほんとやめて。ね、これ誰でもここ隠すでしょ、てかねえ、どういうこと、ひどいよ。森の中を歩いていたら誰かに出会いました。どんな人だった。おい、ちょ、あの大雑把すぎない質問が。誰かに出会いました、どんな人だった。あー、まあこんな感じかな。うん、こんな感じだよ。で髪の毛結構ふさふさしてて、身長高め。そうで、なんかそのなんだろう、こういう、こう草をかくやつ、草をなんていうのやるやつ持ってて、そう、そんな感じ。はい、あなたの〇〇が分かります。なんだ〇〇っていうのは。それはあなたの守護霊です。あー弱そう、うん、超弱そうなんだけど俺の守護霊、死にかけてんじゃん。次行きましょう。パッと思い浮かんだ言葉を書いて。え、パッと、パッと思い浮かんだ言葉、ミルク違うよ、変な意味じゃなくて、今日僕飲んだんですよ、あのセブンイレブンのミルク仕立て、濃厚ミルク仕立て、クリーミーミルクっていうのは美味しかった。これそれがあるからさ、この机の上に。ミルク、あなたの〇〇です。なんだミルクが一体何なんだ。口癖ですミルクが口癖ってだいぶやばいぞ、うん、社会人としてやっていけないレベルなんだけど本当に。次行きましょう。蚊が一匹いた、あなたはどうする。え、どうする、難しいな。こう手に止まらせてあげる。こう手にこう、はいおいでみたいなそんなことするわけねえだろ。まあなんか追い払うみたいな感じかな、手で。真面目にいきましょう。これ僕の手なんですけど、こうやってこう追い払う。
あれ3本しか指がない。ちょっと待って、やばいな。はい、こんな感じかな。さあ行きましょう。あなたの苦手な人に対する接し方がわかります。うわマジか。うざい人がいるとこうしてやりたいと思ってます。いやいやいや、思ってないから、やめて本当に。しかもいや、そんなことするわけないでしょ人に対して。赤ワインをこぼしてしまった。どのくらいこぼれた。まあ、結構こぼしちゃったでしょ。赤ワインだからね、結構ねこぼしちゃったんだよ。これくらいかな。よし。病んでるぞ。ここだけ見たら病んでる人だぞ完全に。あなたの心がわかります。心、シミの大きさはあなたの心に残っている後悔の大きさです。おい、でかすぎバロタ。いやマジ後悔の塊。泣いた。次行きましょう。友人が桃をくれました。その桃の大きさを書いてみて。友人から桃をもらうっていう状況で俺ツイッターにつぶやくわ多分。大きさか、まあ、これくらいでしょ。これくらいの桃をくれたんだよ宮優さんが。これくらいの桃、ありがとう宮優さん。あなたの好きな〇〇がわかります。なんだ。あなたの理想のおっぱいの大きさです。いやわかんねえよ。てかわかんねえわ本当に。やめてくれ。めっちゃなんか暑い。変な汗かいてきた。目の前にお花が咲いてるよ。何本咲いてる。1本だよ。花は1本。さあどうだ。あなたの〇〇の人数。ちょっと待って、何、嫌な感じがしない。ねえ絶対これやばいやつだ。人生で付き合う恋人の数です。おお、なんかちょっとロマンチックなんだけど。すげえロマンチックじゃん。うん、もう違うんだけどね。もう違うんだけど、まあまあいいか。たい焼きをどこから食べる。食べる箇所に丸をして。あ、これなんかよく聞くよね。頭から食べるか尻尾から食べるかみたいな。僕はこの上の方から食べるんだけどね。まあいったか。あれだろ、部屋の綺麗さがわかる。背中ゴミ屋敷。ふざけんな。うるせえ、そんな汚くねえわ。丸三角四角を一個ずつ書いてみて。オッケー。丸三角四角、オッケー。あなた優先度がわかる。何優先度って。丸が大きい恋愛を優先、三角が大きい自分を優先、四角が大きい仕事や付き合いを優先。あんま付き合いとかは優先しないけど、結構仕事優先しちゃいますね、どっちかっていうと。バレテーラ、バレテーラ。さあ20問、一旦今日はこれくらいで終わろうかな。勇者になったあなた、装備中の剣を書いてみて。もうすんげえやばい、すんげえやばいやつだぞ俺の剣は。もうやばい、もうやばいやつ本当に。もうガリガリ君かなみたいな。ガリガリ君じゃないか、スイカバーかなみたいなやばさ。もうなんかこの一撃で魔王を倒せますみたいな。よし、あなたの〇〇の差がわかる。 CM の後でオッケー。最後の心理テストの結果、〇〇の差なんでしょうか。どうぞ。剣が立派であるほど SNS とリアルの差が激しいです。あのね、これはね、図星。みんなこの動画楽しんでくれたかな。僕の心が丸裸になったね。サブチャンネルの方も見てない方がいたら、よければ見てください。次回はもしかしたらサブチャンネルであげるかもしんないし、メインであげるかもしんない、どっちかわかりませんが、まあどっちもチャンネル登録しておいてくれたらわかると思います。ではポッキーでした。もしこの動画楽しんでくれたらぜひ高評価ボタン押してってね。じゃあバイビー。